今回はですね、肩甲骨を剥がすんですけども、肩甲骨ね、一切触りません。肩甲骨付近も触りません。小川慎弘です。はい、今回の動画は肩こりバイバイ、一発で効く肩甲骨剥がしの方法をあなたにお伝えしていきます。そういえば最近ですね、なんか肩こるなってね、よく思うんですよね。なんでかなって、こう普段あんまりね肩こりを感じることないんですけども、そういえば最近ですね、Zoom でねやり取りすることが結構増えてて、実際オンラインでこう授業やったりとかねすることもあるんですよ。で、自分がこう喋ってる時は立ったり動いたりするからまだいいんですけど、最近はこう逆にね、受ける側っていうのが結構増えてて、朝からまあ夕方ぐらいまでずっと座りっぱなしでパソコンを触りながら聞いたりとか書き物したりとかで、やっぱりこう座って猫背の体勢でやっぱりしんどくなって、こうぐっと体をね反らしたりもしますけど、どうしてもこう楽な姿勢になってくると、もうそれが続くとやっぱりこう腕の重みとか肩をねじれて肩凝っちゃうんですよね。なので自分でまあケアするんですけども、今回ですね、その肩こりを取る上でいろいろこう動画もね過去にも出しましたけど、今回ね肩甲骨剥がしっていうのをちょっとやっていこうと思います。僕ももう約20年ぐらい美容業界に入ってくる前は整骨院業界でこういろいろやってたんですけど、そうですね、僕業界入ってまあ19ぐらいの時ですかね、まあ、最初に教わったのが足のマッサージ、その後にですね、こう体のマッサージとかさせてもらうことあったんですけども、20歳ぐらいの時ですかね、今から20何年前ですね、その時に肩甲骨剥がしスペシャルっていうテクニックを先輩から教わったんですね。肩甲骨の間に手をグッと入れてグリ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 回しながら肩甲骨を剥がすみたいなことをやっていくんですけど、まあ、大阪のね、おばちゃんとかおばあちゃんとかって硬いですねとかって悪いのを褒めるとね、すごい喜んでくれるんですよね。もう大阪一ですねとかって言うとね、みんな喜んでくれて、なんかちょっとおかしな反応やったんですけど、まあその頃こうね、肩甲骨を直接こうグイグイ剥がすような結構手荒いような手技をやってたんですけども、今回はですね、肩甲骨を剥がすんですけども、肩甲骨ね一切触りません。肩甲骨付近も触りません。ある一箇所を触って肩甲骨をねしっかり剥がして肩こりをねバイバイする方法をやっていきますので、肩こってね、あなたもですね、さあ一緒にやっていきましょう。はい、今回のミッションはね、もうたった一個だけです。肩甲骨を剥がしていくんですけども、直接ではなくて、まあ、セルフなんでね、自分では届かないですから、まあ、剥がすことできないですよね。で、今回は肩甲骨硬くなってくるその原因ですね、他の場所が悪くてその負担が肩甲骨に行ってしまいますので、根本的な原因の場所、まあたくさんあるんですが、その中の今日は一つを触っていきます。で、狙う場所はですね、腰方形筋といって、骨盤ありますよね、ウエストのこの骨盤からこの肋骨についてる筋肉なんですね。このちょっと骨盤からこの肋骨に向かってこう縦に走ってる筋肉なんですね。そこを狙います。一発でね結構軽くなるんで、ちょっと事前にね肩の動きですね、こう肩甲骨の中に寄せる動きとか肩とか、まあ、首の動きを見といてもらうと結構スッキリすると思います。で、やり方はですね、まずこの親指をですね、腰のウエストの真横にグッと当てます。ちょうどこの体の真横なんですけども、体の周りをね時計で言うと、おへそ側が12時、腰の方が6時、右が3時、左が9時みたいな感じで、時計で表すとですね、3時方向9時方向から中にグッと指をね、親指を刺します。僕もお腹周りね脂肪が溜まってるんですけども、お肉ある方もねグーッといけるとこまで親指を中にねいけるとこまで沈めてください。3時と9時の方向から真横にグーッと中に向かって押し込んで、止まったとこで今度後ろ方向ですね、6時方向にギュッと入れます。その方向に筋肉がありますのでグッと押して固定します。ここはね、人に触られると結構こそばいとこだと思うんですけども、自分なんでね多分大丈夫だと思います。で、この一番奥まで突っ込んだとこで止めて、このままね体をねねじります。グッと体をねじることで指が中にグイグイっと入ってきますから、それを1本行いますね。ですので、できる限り中に押し込んで止まったとこで後ろ方向に押して、後ろですね、でいきます。じゃあセットしますね。しっかり指を中にギューッと沈めて、止まったら後ろ方向に押して、このまま手を固定します。ではこのままですね、1分間いきます。ではいきます、よーいスタート。これ今立ってやってますけど、まあ寝た状態で、膝曲げて膝を倒す動きでもできますね。ここは結構ですね、肩甲骨の間のまあ背中の凝りとか痛みとか、まあ、そういったところにもすごく関係する場所で、よくね治療でも使ってたところなんですけども、
まあ、肩甲骨をぐいぐい剥がすというよりは肩甲骨が硬くなってるから肩こりとかの原因になってきますので、その原因の場所をこうしてね緩めてあげることで体がすごく楽になりますね。こう回転すると親指が中にぐいぐいこう食い込んでいく感じがあれば、いいんですけども、もし痛かったらね、少し力を緩めてもらっても OK です。はい、これで1分ですね。さあ指離して肩回してみてください。うわ、むっちゃ軽くないですかこれ。肩甲骨が猫背で凝り固まっているものを原因である腰方頸筋という筋肉ですね、これを緩めることで解放することができるんですね。これがまあ肩甲骨を触らずに肩甲骨を剥がす方法です。まあ、ぜひね試してみてください。はい、では今回のね動画をおさらいしていきますね。今回は肩こりワイワイするっていうことで肩甲骨剥がしなんですけども、腰方頸筋という筋肉ですね、骨盤と肋骨を縦につないでる筋肉です。肩甲骨の動きを悪くしているこの腰方頸筋を緩めてあげることで肩甲骨が剥がれて肩こりとかがなくなるっていう方法です。でやり方はですね、親指を腰のウエストの真横にぐーっと中に向かって押し込みます。腰骨の骨盤の横ですね、ちょうどこのウエストの横に向かってぐーっと中に入れて、そのままいけるところまで押し込みます。で押し込んで止まったら今度後ろ方向ですね、後ろに向かって力の方向を変えます。真横からぐーっと押して止まったら今度後ろ方向に内側から後ろに向かって押し込みます。でそれで止まったところで固定します。真横にグッと入れて止まったら後ろですね、でそこのまま今度体を1分間回転させていきます。で指でグイ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 刺激する方法もあるんですけども、まあ指も疲れちゃうし力もね使うのしんどいですから、ポイントに当てたらそのまま固定して体をねじっていくと、ねじることで指がですね中にどんどん食い込んでいきますから、その刺激を使って腰方頸筋を緩めていきます。これを1分行うことで腰方頸筋が徐々に緩んできて、腰方頸筋が硬くなっていることが原因で肩甲骨硬くなっているわけなので、それがね簡単に緩んでくるんですね。だから直接こう緩めなくても原因である腰方頸筋を緩めることで肩甲骨剥がしができちゃいます。さあこれでね、あもう2回やると随分軽いですね。ですので、まあ、肩こりでねすごく悩んでる方、直接肩揉んだりとかっていう方法もありますけども、これ人にやられると結構細ばいので、できればもう自分でやってもらえるといいかもですね。デスクワークとかされてる方は、もし椅子がねこう回転する椅子であれば当ててこう椅子ごと回転させると結構やりやすいかもですね。で座ったままでもできるし立ったままでもできるし、今回1分でねちょっと長めに時間を置いたんですけども、もうほんとね20秒30秒でも効果出ますので、普段肩こって特に背中周りですね、肩甲骨周りがすごくこりが気になる方はぜひお試しください。はい、では今回のね動画見ていいなと思った方は高評価、そうしてチャンネル登録コメントの方もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。小川慎でした。